キラ兄ちゃん。ナオいる？アイコと買い出し。あ、そう。ねえ、そろそろちゃんと話さない？ナオに会いに来ただけだから。三宅子のこと気にしてるんだ。そうじゃない。今付き合おうとしてる男いい感じなんだけど、どうしてもそのまた占いか。ごめん、もう帰る。あのさ、兄ちゃん気にしすぎだって。占いのこと気に触ったんだって謝るからさ。そんなことで怒ってるんじゃない。じゃあなんでそうやって目合わさないの。お前は僕の人生を否定したんだよ。占いを馬鹿にしてるんじゃない、僕の生き方を馬鹿にしたんだよ。ただ幸せになりたいってそれだけで頑張ってる僕を否定した男と目を合わせる必要はない。そういうところが心配なんだ。この期に及んで哀れむっていうの。そうじゃないだろ。もういい、帰る。あとこれうちの両親に渡しとけって言っといて、結婚記念日のお祝い一生幸せになって。今日何件？何件行った？まだまだ全然。ダメ？あと第一のほうが欲しい。いらっしゃい。いらっしゃい。ハーバーソーダ。そっちのカリが炭酸水。今日も一段と荒れてるね。うるさい。あ、アキラ。あ、ケンジ。なんだか今日はよく会うね。本当に。リアル女子とのお見合いはどうなの？てか結婚する気あんの？実はのんげなの？よく喋るね。くしゃくしゃしてるから。彼氏と喧嘩でもした？彼氏はいない。でも、まあ、こんな男でもいいって言ってくれる男はいるんだけど、まだ彼氏じゃないし。そうなんだ。それよりこんなどこから見てもゲーム丸出しの男とよく見合いなんかするもんだ。一体どこの女子なんだろうね。ケンジもね、その女子を幸せにする気はないんだったらやめちゃいなよ。みんなバカなことするの。さっき正直もそう言われた。いいこと言うよね、僕の彼氏。はい、なんだかよくわかんないけど、怖そうなおじさんたちに乾杯。ちょっとトイレ。いた。お兄さん、やっぱりここにいたんですね。あやこちゃん、どうした？なおたさしがいないときに来たかと思ったらヒステリー起こして去っていったっていうから、きっとここでやけ酒食らってんじゃないかと思って追いかけてきたんです。3人で。3人ってそうだ。悪い。愛子ちゃん、なおはともかくなんであいつがあそこにいるの？幼馴染なんで仲良しなんです。兄ちゃん
った。いい加減にして。なんか嫌だった？父さんたちのプレゼント持ってきたわけじゃないよね。まあそっちは順調なのかなって。心配してくれるんだ。そりゃ妹だし。そっちの相談もあったんじゃないの？まあそれもあるけど。なーに心配事？そっちこそ結婚前の女ってもっとウキウキとかキャピキャピとかしないの？そういうのでけえだけ。何言ってんの？ああ、ケンジドリンクいただいてるよ。あ、ありがとう。あれ直美さん、前島さん、どうしたんですか？え、兄とお知り合い？ちょっとトイレ。え、ついてきて。え、ちょっとどういうこと？俺アキラの妹さんとお見合いしてたみたい。嘘！なんでケンジがナオと結婚するの？いやお前変わったよな、なんてそんなこと言う君も随分老けたような、きっと口にしたら怒るだろうけどさ、僕がいろいろあったみたいに君にもいろいろあったろうな、それは思い出の中で傷にも薬にもなるんだってさ、初めて知った大人になって、初めて言ったあの時のさよなら胸の奥にしまって、今君の嬉しそうな顔を見てる、僕たちはすれ違ったわけじゃない、離れてもきっと同じ方へ、目的地が違っても忘れない、地図を広げれば